それではね、8段目です。はい、それではまずね、この鎖1のスペース、ここから始めます。まずはね、細編みをいたします。針を入れて糸を連れてきて、この尻尾さんを手前にして、まずは鎖編み、キュッと引き締めて、同じところに針を入れ、細編みを編みます。はい、ここからね、中長編み、長編み、長長編みと出てきます。はい、間に鎖1を編んでいきますね。ではね、最初の細編みの次、まず鎖編み1つします。そしてこの隙間にこれから全部編んでいきます。まずね、中長編みです。中長編みを編みます。そうしたらこの中長編みにね、目印に1回マーカーをつけておきますね。はい、次に行きます。鎖編み1つ、次は長編み、鎖1つ、次も長編み、鎖1つ、次は長長編みです。2回巻いて、かけて2本、かけて2本、かけて2本、鎖1。はい、ここまでがね、半分です。中長編みを編んで、中長編みの頭にマーカーをした後、鎖長編み、鎖長編み、鎖長長編み、鎖と編みました。ね、ここを中心として、これを反対向きに同じように編んでいきますね。はい、またここから4本です。今と同じことをね、逆向きに編んでいきます。長長編み、鎖1、長編み、鎖1、長編み、鎖1、中長編み。はい、中長編みの後には鎖1をして、今度はこのね、隙間、ここに細編み。これでね、一つのパターンができました。この扇形のところはね、8本です。はい、4本ずつ左右対称に編んでいますね。ではね、もう一度編みます。この細編みの次に鎖編み1つ、ここの隙間にまずは中長編みを1つ、鎖長編み、鎖長編み、鎖長長編み、鎖。ここがこの扇形の中心です。左右対称に編んでいきます。長長編み、鎖長編み、鎖長編み、鎖中長編み、鎖。そしてここのね、鎖1の隙間に細編み。はい、今ね、同じことを繰り返し編んでみました。この絵の見た目になります。花びらの、はい、ようなイメージですね。それではこれで1周編んでいきます。はい、8段目がね、終わったところになります。目数がね、大変重要になりますので、このね、扇形の中には、中長編みから始まって中長編みまで合計8本あると思いますので、すべてのね、この花びらのところ8本あるかなとね、念のため数えておきましょう。はい、私もね、たくさん編むとね、うっかりね、本数をね、間違えたりすることがありますので、はい、
終わったら糸始末する前にね確認すると良いかなと思います。はい、それではね9段目を編んでいきます。9段目なんですが、先ほどね中長編みのところにマーカーをつけましたね。はい、ここからスタートします。一旦外しますね。ここの中長編みの頭は引っ張られているから足よりもねかなり右側にありますね。なのでね間違えやすいので先ほどマーカーをつけておきました。はい、マーカーをつけていたこの中長編みの頭から編んでいきますね。はい、ではね糸をかけて手前に連れてきます。ピンクの尻尾さんを手前に出して包んでいきますね。まずは鎖編みをしてキュッと引き締めて、同じところにもう一度針を入れて細編み、はい、中長編みの上に細編みを一つ編みました。次はねここはさっき鎖1を編んでいます。側に針を入れて細編みです。次はこの2番目の長編みの頭に針を入れて細編み、次は隙間を側に針を入れて細編み、次は長編みの頭に針を入れて細編み、隙間に針を入れて細編み、長々編みの頭に針を入れて細編み、隙間に針を入れて細編み、長々編みの頭に針を入れて細編み、隙間に細編み、長編みの上に針を入れて細編み、隙間に針を入れて細編み、長編みの頭に針を入れて細編み、隙間に針を入れて細編み、そしてこの中長編み、はい、足よりもちょっと右にありますね。これがこの中長編みの頭です。ここに針を入れて細編み、はい、このようにね編んできました。ここの目数をね数えます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 扇形の部分のね中長編みから中長編みまでは15目になっています。これはとても大切なので確認しておきます。ではね次のところです。今度はこの隙間、はい、隙間と隙間の間にはここに細編みがあります。ここで細編みの3目一度いたします。はい、この隙間に針を入れ糸を連れてきて、次の細編みの頭の下に針を入れ連れてきて、左の隙間に側に針を入れて糸を連れてきて、糸が4本になりますね。これで細編みの3目一度いたします。はい、ここまででね一つの流れです。ではねもう一つ編んでいきますので確認しながら進みましょう。まず最初に中長編みの頭です。よく見ていただいて足の右側のここが中長編みの頭です。ここはね間違えやすいですね。こちらはね次の鎖編みになるので間違えやすいですが、中長編みの右側のここが中長編みの頭です。ここから細編みを順番に編んでいきますね。カウントしていきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
はい、この中長編みの足の右寄り、はい、ここでね、今15番目の細編みが終わりました。はい、そして次はこのね、隙間に側に針を入れて3目一度しますね。ここから1つ、細編みの頭の下から1つ、次の隙間から1つ、糸が4本になったらかけて引き抜きます。そしてまたね、ここですね、中長編みの頭右寄りにあるということをね、忘れないように編んでいきましょう。ではね、編んだところを確認します。中長編みから中長編みまでは15目で、その隙間にここにね、3目一度があります。3目一度の目のね、この区別の仕方、ここに糸がね、足がいっぱいありますね。その右側が3目一度です。次にね、ここまた重要ポイントになるので、もしね、見分けが難しいなぁと思われる方は、3目一度を編んだらすぐここにね、マーカーをしておきます。はい、これをね、全部のポイントに8個つけておくといいかなと思います。ここのところにもね、伸ばしていただいて、この中長編みの頭の上に編んだところが15番目なので、このたくさん集まっているここが3目一度の頭なので、マーカーをつけるとしたらここにね、つけておきます。つけておいた方が迷わず編めていいかなと思いますね。それではね、このように編んでいきます。社長さんです、こんにちは。はい、今日もね、元気にしております。最近ね、母ちゃんカーディガン取られましたので、それはね、まだ未着用だったので、代わりにね、前に編んだモスステッチのね、ブランケットを差し上げましたらね、大変この方気に入ってね、ねんねしております。元気です。お母さん、ほら、皆さんにご挨拶して、ほら、ご挨拶中あんまりできないもんね。はい、ではね、はい、見てください。はい、5、6、7、8、9段目、9段目が編み終わってね、このように星のような形になっております。はい、それではね、10段目またね、ライラックになりますね。順番はこの通りになっています。それではね、次も細編みになります。はい、まず一番最初なんですが、ここに8本あるうちの、ここがね、真ん中の目になるんですが、はい、この真ん中の目の ところからね、編んでいきます。長々編みの2本の間に編んだ細編み、ここから編んでいきます。ではね、次の糸を構えます。糸を手前に連れてきて、はいはい、こらこら社長さん、はい、えたたたたと、ちょっとちょっとお邪魔ですよ。はいはい、しっぽさんをまたね、手前に連れてきます。はい、そして鎖編みをしてキュッとね、固く絞っておきます。そしてね、ここの細編み、今編んだところがちょうどね、この扇形の頂点に当たるところです。ここにはね、細編みを3目編みますから、今から3目編みますね。同じところに針を入れて、細編みを1つ2つ3つ、このようにね、頂点に細編み3目編んで増し目をしました。そうしましたら、真ん中の頭に頂点だよという印をつけます。はい、3目編んだうちの真ん中が頂点に当たります。はい、ではね、次からまた細編みを編んでいきますね。はい、この次から数を数えながら編んでいきますね。細編みの上に1目ずつ編んでいきます。1 2 3、
社長さんやる気あるのね。はい。4 5 6、はい、1 2 3と増し目をした後に1 2 3 4 5 6と進めました。そうすると今度はこのさっきの段で3目一度したところの一つ手前に空いているところからですが、今度もね、ここで3目一度します。マーカーを中心に細編みの3目一度です。針を入れて連れてきて、マーカーを外して、マーカーをしていたところに針を入れて連れてきて、その隣の細編みにも針を入れて連れてきて、はい、4本になったら細編みの3目一度です。そしてここにね、このマーカーをまた戻しておきます。はい、目印にね戻しておきます。では次からまたねカウントしながら上に登っていきます。6目登ります。1 2 3 4 5 6、はい、6目進んできましたら、またねここが頂点に来ています。はい、長々編みの間に編んだ細編み、はい、ここです。ここが頂点ですね。頂点は3目編みます。1 2 3、頂点に3目編んだら、あたたたたた、真ん中の目にマーカーをつけておきますね。ここがこの段の頂点になります。ここと同じです。もう少し説明します。ここからまたね6目進みます。1 2 3 4 5 6、はい、6目進んだら、社長さん、社長さん、はい、すいません、はい、6目進んだらマーカーをつけた一つ手前のここまでね来ました。ここから3目一度です。マーカーを中心に3目一度するから、ここから1本、マーカーのところに2本、左からも3本目、全部で4本になったらかけて引き抜いて3目一度をして、またこの頭のところにマーカーをつけておきます。はい、そしてまた次からね6目登ります。はい、6目登ったらまたね長々編みの間に編んだ細編み、頂点に来ました。ここで細編みを3目編んで増し目をします。3目編んだうちの真ん中の目に必ずマーカーをつけておきます。これがねこの扇形の頂点になります。はい、このようにね編んで進めていきますので、このマーカーとこのマーカーね、残していった方が次の段分かりやすいかなと思います。はい、ではね一周編んでいきます。はい、10段目がね編み終わったところです。このようにね細編み3目の頂点の真ん中にはねピンクの大きなマーカー、そして3目一度の真ん中の目にはねこのようにマーカーを残しております。そして今10段目が終わって、あとね、3段ね編むことになります。今のところねこのようにお花のような感じで、八角形から発達したこのようなね8個の角があるモチーフに育ってきております。とってもね可愛いですね。本当にねすごいね綺麗です。モザイクのようでもありますしね。はい、ペルシャタイルをイメージしたモチーフを作っています。
それではね、11段目です。まずね、スタート地点ですが、この頂点につけた目、マーカーがある目の左隣、はい、左隣のここから始めますね。そして1目目の立ち上がりの目はね、中長編みになります。鎖編み2目でもいいですし、私のようにね、細編みの2回立てでもお好きな方法で立ち上がりを編んでください。左の足に針を入れ、はい、中長編みの立ち上がりをしました。隣の目に進んで中長編み、隣の目に進んで長編み、隣にも長編み、はい、隣には今度は長長編みです。はい、ここまでをね、確認すると、マーカーの左の目からね、中長編み2つ、長編み2つ、長長編み2つと6目編んできました。はい、次はね、この谷の部分ですが、今ね、マーカーを中心に右側が1目空いていますね。ではね、ここも同じです。3目一度しますね。マーカーを中心に3目一度、長長編みで3目一度いたします。2回巻いて、マーカーの右の目に針を入れて糸を出してきたら、かけて左から2本、かけて左から2本と長長編みの途中です。マーカーを外して同じようにいたします。その隣にも同じです。はい、長長編みの途中を 1,2,3 本編みましたね。糸は4本です。かけて全部抜きます。はい。そして進みます。長長編み。次も長長編み。次は長編み。次は長編み。次は中長編み。次は中長編み。はい、これでね、マーカーの、右側まで編んできたので、ちょうどね、つじつまがぴったり合うように編むことができましたね。おさらいします。はい、マーカーの左から中長編み、中長編み、長編み、長編み、長長編み、長長編み、そしてここ3つは長長編みの3目一度、そして左右対称なので、長長編み、長長編み、長編み、長編み、中長編み、中長編みと、この谷の部分の編み方はこのようになります。ので、目数的にできた目数としては 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 目、ここまででね、13目になっています。これをね、必ず確認します。そして次はね、この頂点のマーカーをしているところです。ここはね、細編みを同じところに3目編み入れて増し目をします。細編みを1,2,3、マーカーをつけていたところに細編みを3目編みました。そうしましたら、3目のうちの真ん中にね、また必ずマーカーを戻しておきます。はい、頂点がね、一目でわかるようにマーカーをまた残していきますね。そしてここからまたね、同じです。編んでいきますね。
はい、このようにね編みます。このね谷を埋めるようにこのようにね編みましたので、ここの段でね、お花だったものがこの段ではね、オクタゴン八角形になっていきます。ではね、このように編んで一周していきます。はい、11段目がね終わりました。ちょっとね画面いっぱいいっぱいですけれども、このようなね感じで綺麗にね、この段で八角形オクタゴンにねなりました。角にはねマーカーを残しております。それではね12段目を始めます。12段目はね、この真ん中あたりから始めます。はい。細編みを編んでいきますね。はい。ではね、同じところに針を入れ、細編み。そして1目ずつね、細編みをまず編んでいきます。マーカーの手前まで細編みを一つずつ編んでいきます。はい、マーカーのところに来たら、ここも3目の増し目ですね、マーカーをしていたところ、同じところに細編みを3目編みます。3目編んだら真ん中にマーカーをまたね、残しておきます。ではね、ここも、次、マーカーの隣までね、編んでいきます。ここからね、数を数えますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、15目編んできたら、またマーカーに来たから3目編みます。3目編んだら真ん中にねマーカーをつけます。このようにね、角に3目の増し目をして、他は1目ずつ編むということになります。そしてね、このマーカーの間の目、はい、マーカーを除いた間の目の数は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17、 マーカーの間は17目、マーカーからマーカーで入れると19目ということになります。ではね、あとは同じです。1目ずつ編んで、マーカーが来たら3目の増し目をし、真ん中の目にマーカーを戻しておく。このようにしてね、1周編んでいきます。はい、12段目がね編み終わりました。このようにね、綺麗に八角形になってきております。それではね、13段目は最後の段となります。はい、最後の段です。はい、最後の段をね、細編みを編んでいきますね。また、はい、真ん中あたりに針を入れ、糸をかけて連れてきて、キュッとね、絞っておきます。そして、細編みです。はい。はい、マーカーのね、手前まで編んできました。そして、ここはね、最終段ですが、この角のところは、今度はね、増し目がありませんので、ここも普通に1目編みます。そして、できればね、マーカーを残しておくことをお勧めします。
剥ぎ合わせをするときにね、あると便利かなと思うのでつけておきます。はい、マーカーがたくさんないわという方はね、残りゲートの尻尾さんなどをね入れておくのもいいかなと思います。剥ぎ合わせの時のためのね目印ということになります。はい、なくてもね問題はありません。ではね、ここから編んでいきますね。今マーカーをつけたところ、隣から今度はカウントをしていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7。はい、マーカーの黄色のマーカーをつけた隣を1目として数えて、今ね17目でした。そしてマーカーを取って細編み、マーカーをしていたところに目印にマーカーをね残しておきます。ではね、マーカーからマーカーの目数を数えますね。マーカーを1目として、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。マーカーからマーカーが19目あります。なので、その内側をね、マイナス2で17目ということになります。この目数はね、大切になりますので、毎回ね、数えていくといいかなと思います。モチーフはね、なるべく正確な方がいいですから、なるべくね、数えていくことをお勧めします。では、このようにね、最終段13段目は、増し目がありませんので、細編みを1目ずつ編んで、1周出します。はい、13段目、細編みをね、増し目なしで編んで、はい、このようにね、モチーフが完成しました。とってもね、綺麗な模様になったかなと思います。はい、いろいろね、中長編みにしたり、長編みにしてみたり、長々編みを入れたりとね、編み方に工夫をして、このようにね、綺麗に八角形に収めることができました。はい、こんな感じでね、編みます。そして、こちらをね、ブランケットに、編む場合なんですが、一番小さな膝掛けの場合でも4枚あるといいですね。4枚と、あと小さいモチーフを組み合わせてブランケットにいたします。はい、で、次の大きさになると今度は、9枚ですね。 3×3、 そして次が 4×4 ということになります。はい、1枚編んでね、そして大きさを見ていただいて、ご自分の好きな大きさのブランケットにしていただければと思います。ではね、今できているものはね、こんな感じで、はい、とってもね綺麗になるかなと思いますね。こんな感じで、はい、そしてこちら、こちら、このようにね、可愛らしい、はい、ピンク、オレンジっぽいものもあれば、グレーよりで、このようにね、少し涼しげな色などね、いろんなピースで編んでいこうと思います。はい、ぜひね、皆様もお手持ちの毛糸でね、このようにとっても素敵な、ペルシャ風タイルのモチーフ編んでみていただければと思います。1枚でもね、敷物などに使えますので、ぜひね、この模様楽しくて可愛いので楽しんでいただければと思います。はい、次回の動画ではね、冒頭にお伝えしましたように、ブランケットを編む際の必要な他の形のモチーフの動画となりますので、ぜひ引き続きご視聴いただけますようお願いいたします。本日も最後までご視聴くださり本当にありがとうございます。このね、可愛らしいペルシャ風タイルのモチーフ編んでみようかな、可愛い色になったねと思ってくださいましたら、ぜひ高評価、いいねボタンをお願いいたします。大変励みになっております。また、ご感想、コメントもお待ちしております。よろしくお願いします。
また、リカチャンネル編み物部では部員さんを大募集しています。ぜひこの機会に、ご登録いただいて、たくさんね楽しい編み物をご一緒にいたしましょう。ご登録お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。緑川でした。